はい、26回目の散歩ラストは夜の散歩のルーティーンを撮りたいと思います。はい、夜の散歩のルーティーンいきますよ。はい、夜の散歩のルーティーンを撮りたいと思いますよ。はい、夜の散歩ですよ。はい、勉強も前に頭をクールダウンするまあ、脳トレの ゲームやってるんですが、その前に散歩をやってから やりたいと思います。その前のルーティンですよ。これがこれをやることでやって、はい、なんていうか、まあ、頭が元気になるんですね。はい、さあ今日も元気にやりきていくよ。その前のクールダウンですね。はい、というわけで夜の散歩 のルーティーンを取っていきましょう。よっしゃ。じゃあとりあえず明日使い切っちゃおうかな。はい、でも明日使い切って明日全部アップロードしますよ。これのこの動画も含めて。ああ、なんだ。ああ、今日の雨はちょっと大変でしたね。はい。うん。夜見るとちょっと短いけど、ほら、土地改良記念碑ですよ。はい。その当時の大部首長の名前が書いてますね。大島武夫さん。さあ行きましょうか。おお。はい。風物詩。お水。この辺りは暗いんでね、ちょっと懐中電灯が必要なんですよ。はい。仕上げよし。はい、夜中の散歩もいろんな虫の声が聞こえますね。ほら、ほら見てください。ほら、綺麗ですね。夜の水田です。さあ行きましょうか。20代だったらもっと楽しめたんでしょうね。20代30代だったら、まあ今年30代が終わっちゃったんですけどね。まあ暗い話をしてもなんですから。はい、ちょっと見づらいと思いますが、はい、あれ足元が見えてますね。はい、夜の散歩道ですよ。ほら、ここにも水をやる機械が動いてますね、元気に。はい、ウプ主はもう40代なんですね。とにかくそんな話題はともかく、鳥が飛んでますね。こんな時間でんですか。はい、ラストにはふさわしいですよ。はい、総括も当然撮りますよ。最近総括を撮るのが趣味になっちゃったんだね。はい、こんなところなんですよね。26回目の散歩もなかなかおつなもんですよね。はい、ちょっとライトが当たったところしか見えないけど、すごくおつなもんですよね。はい、よっしゃ。よっしゃ。
おお、こんな暗い世界だけど。どうでしょうかね、この辺りは。まだ少し映ってますね。この辺りでも綺麗に咲いてる花あるんですね。ちょっと暗いって水だけど。あれ、花じゃないのか。なんだ、ただの水。あれか。はい。おお。今日の散歩、今回の散歩は、なんていうか、はい。はい、なんていうかね。はい。天気の急変に悩まされたものでしたね。はい。まあ、なんていうか、まあ、はい。まあ、それは総括するときに言うときに言えばいいか。はい。はい、そうですね。昨日撮りましたと正直に言えばいいのかな。全部上げるときに、はい。ああ、喉乾いた。まだまだ夏ですね。てか、まあ夏も本番になりつつあるんですね。よし、なんだ。いつも散歩に来るたびに思うんですが、この辺りは何でしょうね。よくわからない場所ですね。はい。こんな感じですか、この辺りは。ちょっと夜のルーティーンなんで、照らしたところしか見ないのは恐縮ですが、はい。暗いですね。夜の世界でも大変散歩ですよ、これが。はい、まあ、頭をスッキリさせるためにいつも夜の散歩に行ってるんですけどね。何でしょうね、何にもありませんでした。時々後ろを振り返ったりもします。はい、そうです、楽しいから、はい、はい、こっちにもありますね。何がやってるかだよ。はい、お水の音がありますよ。はい、水筒がね、水源がちょぼちょぼちょってなってますよ。はい、この辺りも、うお、確かこの辺りにちょっと水のあるところがあるんだよねって話ですよね。この辺りは、この辺りは街灯がないんで、こうやって夜の散歩の時にはこうやってこれが必要なんですよ。そう、わかりますね。はい、懐中電灯が必要となります。足元、夜の暗いところでは
そう、この辺りに足元が見えない場なんですよね。乾いたところもあるみたいだね。ま、ねえ、ですね。はい。まあ、ともかくこの辺りは夜の散歩道の醍醐味なんですよね。はい。ああ。はい。時間。時間です。よっしゃ。はい。はい、こんな感じですね。1万9000歩行った。ああ、失礼。万歩計7歩です。ああ。これは、この、なんでしょうね。わかりませんね。そうだったら含め。はい。じゃ、とにかく、散歩は楽しいです。はい、夜の散歩ですよ。はい、この辺りは暗いか、から夜は街灯が少なく、これをつけないと何も見えないんですよね。はい、そろそろいいかな。はい、はい、こんな感じでしたよ。はい、それでは26回目の散歩ラストを終了したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、今回は12分の長編でしたね。はい。